俺の股間は AWM。はい、どうも、スコアレです。今回はですね、サイレント修正と金券無料配布についてお話ししていこうと思います。前まではですね、資金の修正があると、その修正されてしまった代わりにですね、金券を運営が配っていたと思うんですけれど、結構なんか最近、そうやってサイレント修正が入っても配られていないですよっていう話を、お受けしましたので、その話ちょっと今回していこうと思います。トークの方を見ていきます。この間見たですね、あのスキンです。これですね、ドラゴンブラッドだったりとか、他にもですね、このですね、ドーベルマンの頭のスキンですね。これも結構見た目が変わっているみたいなんですよね。こちらに関してもサイレント修正がされたんですけれども、現状ですね、特に補填はないといった感じになっております。前まではですね、こういう修正があったら、そのスキンを持っていた方に金券の補填をですね、されていたと思うんですけれど、なんかなくなったみたいですね。そういう補填ってのはですね、一個一個ですね、いろいろ補填しとったらもうキリがないという判断だったりとか、その修正したところで別にユーザーは特に迷惑がかかってないっていうのもありますし、そういった理由でですね、金券の配布ってのをサイレントのスキン修正では、されないのかなと、今後はもうあんまりされないのかなというふうに思います。じゃあ逆にどんなことで金券の補填がされるのかというと、例えば、購入とかに関してですね、すでに、こういうシステム、購入する際にバグがあって誰かが購入してしまったと、そういった時に金券の補填が現状されるようになっております。プラスしてですね、そういうちょっとですね、損得が関わるようなバグに見舞われてしまった方は、個別にですね、お問い合わせすれば金券の補填がされると。皆さんあくまでお問い合わせしなければいけないですからね。もしもこれから先皆さんが何かの理由で金券を損してしまったと、何らかの理由で損失してしまったという時は、運営の方にですね、問い合わせてください。ゲームのですね、こうやって設定開いたら左下にお問い合わせがあると思います。このお問い合わせのですね、このその他のところから、一番下にお問い合わせってのがありますんで、その辺からですね、問い合わせて、いろいろですね、こういうことがありましたと、そういうね、問い合わせできますんで、アカウントとかに関してもこうやって復旧の申し込みとかあるんですけれど、こんな感じで問い合わせてですね、アカウント取り返したりとか、金券のですね、方の補填をですね、受けたりできますんで、そういうことをですね、皆さんちょっと個別でされて頑張ってみるのがいいと思いますね。結構騒ぐだけ騒いで実際問い合わせてないみたいな、そういうのも聞きます。アカウント乗っ取られてから、なんだこの運営みたいな、なんでこいつは取ったんだみたいな、そうやって騒いであげく結局問い合わせてなくて帰ってこないってケースもあります。で、僕結構相談されたら、とりあえず問い合わせようって話してるんですけど、そのデータ交換以外で問い合わせた方に関しては、もうほぼほぼ100%で戻ってきておりますので、泣き寝入りするぐらいだったら自分で行動する。しかもそのきちんとした行動をするね。そのサースとかしても全然意味ないんで、きちんとそのアカウントが返ってくるように運営者の方にきちんとした言葉遣いを用いてお問い合わせをする。これが大事だと思いますし、金券の補填に関しても同様ですね。怒りを伝えるのではなく、正しい日本語を使って、お問い合わせをされることをお勧めいたします。アカウント取られましたって話も結構聞くんですよ。結構聞きます。本当に。で、DM でね、僕だったりとか、僕じゃなくて、そういう本当に有名な人に結構 DM で言われる方いらっしゃると思うんですけど、言ったところで何もないですからね。知名度を生かしてどうのみたいな話を受けるらしいんですよ。いろんな人に聞いたんですけど、知名度なんかそんなことに使えねえから、本当なんか万能だと思ってないね。知名度。バカじゃないのみたいな。正直ね、僕思うんですよね。問い合わせた方がいいよ、運営に。ほぼほぼ戻ってきてるけん。戻ってきてないのは自分一件だけ聞いたことあります。データ交換以外で戻ってきてないのは一件だけ聞いたことがあって、それはもうなんか腹から喋り方がもううんちやったっていうね。そんな前にね、言葉遣いがあるかみたいな、そんなやつが一人おって、それだけは戻ってきませんでしたね。ただその基本的に戻ってきますんで、何かあったら問い合わせるというスタイルが大事ですし、今後はそういう金券のね、ちょっとなんかなくなったとか、買ったのに金券がプラスされてないみたいなことがありましたら、そうやってね、頻繁に問い合わせてみることを僕はお勧めします。いや本当にね、何かあったら行った方がいいから。運営からしても、ああ、なんだそれ、めちゃくちゃ跳ねるやん、ゲームが。運営からしてもですね、
ですね。そこでユーザーが損をするってことは、まあ、いいことではないんですよ。なんでかっていうと普通に印象悪いからですね。そういうね、なんか悪評とかが広まってユーザーが離れるってのは、まあ、よくあることで、まあ、それを恐れて、それを避けるために大体のですね、まあ、運営者はきちんと対応されるんですよ。まあ、ネットエースもその例ですよね。やっぱりちゃんとね、そういうユーザーへの対応ってのはきちんとされてますし、ネットエースはもうほんと個別に金券を補填するみたいな、なかなかそこまではしないんですけど、ここまでねしてくれる企業なんで、まあ使えるものは使いましょう。とかさっきからめちゃくちゃエイム跳ねるんだけど、超跳ねるんだよね。ほらやばいでしょこれね。本当にやばくて、もうタッチバグが最近本当にひどいんですよ。まあそれはタッチバグってですね、別に高画コードのバグじゃないからですね。これはもうね、こういうなんかタブレットを使っている以上、これ絶対ね起きてしまうことなんですよ。まあなんで、まあ仕方ないのかなと。まあ僕もねちょっと諦めてはいますね。まあゲームによってね起きやすい起きづらいってのが結構まああったりするんですけどね。それはまあその容量をよく使うですねゲームだったりとか、そういうのが起きやすいんですよ。つかめっちゃブレる。本当にきついんだよな。まあ、結構そういうね、使用中に端末が熱くなってしまうぐらい、やっぱりいろいろね、端末側が考える必要のあるゲームってのは基本的に、OK。まあ、タッチバグ起きやすいんで仕方ないかなとは思うんですけど、にしてもこうや思てよな。なんかパッと買ってから改めて思ったけど、あのね、普通のね、スマートフォンでね、プレイして、このゲーム、まともに絶対動かんだろうみたいな、そんな感じで思うんですよね。もうパッと使い出したらね、スマホには戻れないですね。もうなんか、不安すぎますもん。操作できないっていう風に僕感じると思っちゃいますね。まあ、iPhone X でも正直ね、端末熱くなったら普通に動作もね、ちょっと不安定になりますし、このゲームももうなんか、1時間ちょいぐらいプレイしよったら普通に端末熱くなったりするんで、まあそういうの考えたらね、なんだかなっていう風に思うんですよね。スマホの保冷剤とかも、まああるっちゃあるんですけれど、あれもね、やっぱり限界があったりするからですね。裏面はその冷えても、表面まではきちんと冷えなかったりして、タッチバグって起きるのは当然スマートフォンの表面じゃないですか。表面が温まっとったら結局ね、結構起きちゃうことが、まあありますんで、まあ、保冷剤も万能じゃないなみたいな、保冷剤とかそういうね、ファンみたいな、冷却器みたいなのも万能じゃないなっていう風に思うんすよね。なんか表面をね冷やしてくれるそういうねあれがあればいいんですけどね。まあ、そういうのを持って最近ちょっとね Android の端末で水冷機能がついているのっていうのが結構あるんですよ。普通のスマートフォンですよ。そういうののね購入を僕ちょっと検討してるんですよね。水冷機能があるんで内部からちゃんとね端末を冷やしてくれるっていう、水冷っていうのがその水で冷やすっていうね、その今までの、まあ、パソコンだったりとかそういうね端末っていうのは風で冷やしてたんですよ。ファンを送って風の力でそういう機体を冷やしていたんですけれど、水冷ってのは水の力で冷やすから風よりもですねやっぱりその効果が高いんですよね。まあ、なんで結構ね最近は水冷スマホっていうのも、まあ、Android で結構増えていて、いや本当にそれちょっと買ってみたいなって思うんですよね。だってそんなね端末ががっつり冷えるのであれば長時間のなんかそういう撮影とか配信に向いてるから、まあ、いいのかなっていう風に思っていて、めちゃくちゃねこれ検討しているんですよね。まあ、結構知り合いとかでも Android の端末に詳しい人とかもちょこちょこいるんで、まあ、そういう人たちに聞いてね買おうかなという風に思うんですよね。なんかよくオンボロイドみたいな、 Android イコールクソみたいな感じで思ってらっしゃる方、まあ、多いと思うんですけれど、まあ、実際はねもうそういうわけではなくて、本当ね機体スペックによってめちゃくちゃ違いがね、まあ、あったりするんですよ。あそこおるんか、あの辺に、あもう2人おるんだね、あの辺ね。きついなこれ、まあ、マジかね、2人おるもんな。まあ、そんな感じで、ほんと端末スペックに左右されるんで、Android の端末は。まあ、ちょっとね、一回いい端末使ってみたいなってのはあるんですよね。僕のちょっとね、まあ、憧れというか、まあ、直近のその自分がしたいことの一つではありますね。Android 端末を買うっていうね。よく考えたら Android 一回も使ったことないんですよね。一度も使ったことなくて、マジで一回は、まあ、Android 使ってみたいなというふうには、まあ、思いますね。なんか Android でしかできないことって結構あったりするじゃないですか。やっぱり Android のアプリストアの方が、基本的にそのゲームとかのねリリースが早いですし、いろいろ自由が利く端末ですので Android、まあ、そういう意味でね結構ねやっぱ持っといた方がいいなみたいな。ゲーム実況者やっぱりねいろんな端末でプレイできる環境を持っていた方が絶対有利だと思いますし、今後考えても持っといた方がいいなと思うんですよね。例えばなんか、あーマジか、 Android のねなんかそういう荒野行動の Android 限定でなんか不具合があった時とかも持っていたら特集ができるじゃないですか。意外とそのね実況者で Android の端末持ってる人少ないんですよね。結構少なくて、まあ、タブ
レットがね、アンドロイドにはないからっていうのも、その理由の一つにはあるんですけど、持っていると結構少ないんで、持っていたら結構ね、アイデンティティになるんじゃないんかな、みたいな感じで僕思っているんですよね。例えば、コアコードのアンドロイドのこの前なんか、ログインできなかったバグとかも、なんか僕が持っていたら、もうちょっとなんか、詳しいね、説明とかできたのかな、みたいな風に、思ったりするんですよね。あそこダウンしてるとか。あいつもガス投げればいいだろう。思ったりするんで、なんか、欲しいな、みたいな、アンドロイド端末欲しいな、みたいな感じで、僕はまあ、思いますね。まあね、こうやってね、まあ動画上で、まあアンドロイド端末イコールクソなじゃないんだよっていうね、めちゃくちゃ軽いアンドロイド端末もあって、それ使ったらマジね、iPhone とか Pad とかバカみたいだわみたいな、それぐらいの動画作れればね、いや面白いかなとは思うんですけどね、絶対面白いでしょ、いいね。だって、おらんすもん、僕が知る限り、アンドロイドのスマホで実況してる人ね、ちゃんとしてる人あんま知らなくて、OK、ありがとうございました。やってみようかなというふうに思っております。それでは。シャイニングスター